なく押す、なるべくボールは引きつけて、フラット系にボールを当てていくのと、で少しフォロースルーで上に持ち上げる。はい、僕がボレーで気をつけていることは、振るではなく押すということですね。ラケット自体は動くんですけど、僕の中で振るというのはグリップエンドに対してグリップ、ラケットヘッドがこう動くような動作、これを僕の中では振ると言っています。押すというのはこことここの位置関係が同じなまま動いていくような感覚です。まあ、もちろん肩がついているので綺麗にまっすぐとはいかないですけど、自分の中でこの捉えている時間をしっかりまっすぐ前、自分の落ちたい方向かなっていうところ、それはどこにボールが来ても一緒ですので、3球打ちますが低いところミドルボレー、ハイボレー、打ってみたいと思いますので、ご覧ください。以上です。はい、バックボレーの気をつけていることを、やっていきます。で、僕の場合こうなるべくボールは引きつけて打つ、遠すぎても近すぎてもこう力が入らないので、なるべく引きつけるんですが、ちょっと前、打点は少し前で打っていく感じです。じゃあ、実際にやっていきたいと思います。以上です。はい、ボレーで気をつけていることは、今日はちょっとフォアボレーをやるんですけど、フラット系にボールを当てていくのと、ちょっと低く、ボレーをしていくというのを意識をしています。ただその際にちょっと必要なのが自分が伸び上がらないことですね。伸び上がってしまうとどうしてもボールもそのまままっすぐ出てしまうので、できるだけ伸び上がらないようにフラット系で低く、ボールを打っていくようなイメージを持っていっています。実際やってみます。伸び上がらないようにしっかりとちょっと低くいくようにしていきますね。フラットで面を作ってあげるとより、コントロールもしていきやすくなると思いますので、実際やってみてください。ボレーのワンポイントはアドバイスです。ボレーはローボレー、ミドルボレー、ハイボレー、でタイトボレー、ワイドボレー、基本的に5つありますけども、その中でミドルボレーで重要なところをご紹介したいと思います。どうしてもボレーイコールスライスっていうイメージが日本人は多いんですけれども、ミドルボレーに関してはフラット系のボレーで当てることがすごい重要になってきます。で、フラットでボレーを打つのはなかなかダウンスイングに慣れてしまった皆さんには難しいと思いますので、ここを意識するとうまくいきます。少しフォロースルーで上に持ち上げるような感じでボールを、打っていくと、フラットボレーになりますね。ちょっと一度やってみましょう。打った後に少し前へ出しながら少し持ち上げていきます。このようにして打つとフラットボレーがしやすくなってきます。ぜひフォロースルーで少し持ち上げるボレーを完成させてみてください。ボレーボレーについてのワンポイントアドバイスです。ボレーボレーの時になかなかうまくボレーボレーがつながらないっていう方がいらっしゃるんですけど、基本的には3つすごい重要です。まず1つはフットワークですね。リズムのいいフットワークが大事です。2つ目にすぐ構えることですね。もうボレーボレーですから打ったらすぐに来ますから次に備えることが大事です。3つ目は狙って打つことですね。かつて私の師匠がこのように言ってました。狙って打たないのは的を置かないで練習してる射撃の選手と同じぐらい悪いと。やはり狙って打つことでボールのコントロール力がつくようになります。なので狙って打たなければいけないんですけど、ボレーボレーの時につい相手がいると相手の真正面に狙ってしまうと思うんですね。これ真正面ってものすごく打ちにくいんですよね。ですからラケットを出してちょうどいいところ、空間のちょうどいいところ、この辺とこの辺を狙いをつけてボレーボレーすると非常に手が出しやすくボレーボレーしやすいです。実際にもう一回やってみたいと思います。
からこのように相手のちょうど手を出して打ちやすいところにしっかりと狙いをつけてボレーをしてみてください。そうすると間違いなくボレーボレーが続くと思います。ぜひ皆さんも試してみてください。っていう英語はヒルっていう英語なので、逆回転がかかったら一度上の方に持ってってしまうとラケットを出してあげれば簡単に使います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価ぜひお待ちしております。次回の動画もお楽しみに。